さあ2回目のジャンプが始まります。最初からやり直しになりました。2回目のジャンプ、まず1人目のグループ、パベル・ガイドク、カザフスタン。ちょっと浮き上がり身ですが、90メーターラインは超えてきました。現在100メーターライン付近の風、緩やかな向かい風が吹いてきています。98メーター。左上が飛型点です。5人のジャッジが採点します。1人20点満点、最高最低をカットして中3人のポイントの合計が飛型点になります。韓国のキム・ヒョンス、2.2 キロのスピードが出ています。体はしかし浮き上がってしまいまして、90メーターの手前。スピードそのものは現在のところは出ています。距離85メーター、ポイント総合計 193.0 で13位。ただこの後どんどんと雪が入ってきたときに、八木さんどうなるかなんですね。そうですね、はい。アメリカのマイケル・クーラー、2回目、今1人目のグループが飛んでいます。91キロのスピードは出ました。90メーターは大きく変えて95メーターも超えてきたか。97メーター50、左が1回目の距離、そして右に出ている数字 97.5 が2回目の飛距離です。ロシアのニコライ・ペトロチン、1回目90メーターを飛びました。できました。ロシアニコライ・ペトロチン、2回目のジャンプは会心のジャンプ、110メーターと距離を伸ばしてきます。この時点で黄色い数字6位、ポイントが総合計で 361.9。 ポーランドのアダム・マリシュ、1回目109メーター。やや小ぶりになってきました。さあ前傾をかけていく、ぐーっと我慢して持っていきますが、105メーターは超えて110メーターライン付近か。108メーター50、2回目。そして右の画面右下にポイントが出ます。この時点でトップ 421.5。2回目のジャンプ、今1人目のグループが飛んでいます。1回目終わってスイスは6位。さあこれは高さがあります。伸ばしてきました。経験の手前まで来ました。今のジャンプは八木さんどうですか。今日1本目もそうでしたけれども、プライホルス選手非常に素晴らしいですね。今日は集中力があるように見えますね、はい。スイスのフライフォルツが2回目116メーター50、この時点でトップ。やはりスイスの中には若干16歳のアンマ選手がいらっしゃいますからね、それをもうカバーするぞという気迫が見られますね。なるほど。この時点ではスイスがトップに立ちました。続いてチェコのヤクブス・ハジェク、92キロのスピードが出た。さあこれも来た。経験時間付近まで来ました。92キロのスピードが出て120メーター50、経験を超えてきました。チェコのスハチェク、この時点で3位。スピードが出て選手にとって現在は、八木さんどうやらコンディションとしては、はい、視界もそれほど悪くないですし、はい、それほスピードも出てきておりますので、今の条件が続けばそう問題ないと思いますね。スロベニアのミハリタル、高く出て
かぶせてくる、かぶせてきて、これも K 点まで来ました。非常に何かこう高く出て 120m ちょうど K 点まで来ました。このジャンプはどうですか。踏み切り動作でですね、非常にパンチが効いたというか、非常になんていうんですか、あの速さがあるジャンプに見えましたね。非常に素晴らしいですよね。さあノルウェーのヘニング・ステンスルード、1回目終わった時点で日本のすぐ上3位につけているノルウェー、ステンスルード。さあ上体をぐーっとかぶせてきた、伸ばしてくる、伸ばしてきた、 125m を超えていったステンスルード。風も良かった、その風を掴みました。 130m の大ジャンプを見せました。うーん、ノルウェーこの時点でトップ 532.9。そして1回目終わってトップにつけましたオーストリアのシュワルツェンベルガー。ここからどうか、ここから、ここから K 点までは届かなかったか、シュワルツェンベルガー。しかしまとめてきました 118m50。 オーストリアも手堅い、八木さん、ジャンプですね、はい、失敗といいますかね、1本目の結果から見ますとね、非常に失敗を最低限度に抑えたという経験付近まで来ましたから、上出来だと思いますね。オーストリアはこの時点でノルウェーに次いで2位に下がります。そしてフィンランド、ドイツ、日本の岡部という順番で滑っていきます。まずフィンランドのニッコラ、これも高いジャンプだ、伸ばしてきました、経験まで来ました。ここ一番では非常に力を出してきます。 122m。 さあそしてポイントが右下に出ます。フィンランドの飛型審判がまだ点を出していません。ニッコラ2回目は 122m と経験超え。今ポイントが出てフィンランドは現在3位。さあハンナバルト、ドイツ、怖いハンナバルトが高いジャンプを見せてくる、来ました、 125m ラインを大きく超えてきました。ドイツのハンナバルト強い、 128m、 日本とも揃えてきた、飛型点も高い、トップに出ます。ポイント534。そして日本の岡部、トップに出るには 130m 以上欲しい。岡部スタート、さあ低い飛行曲線でいった、伸ばしてくれ、伸ばしてきた、大ジャンプだ、岡部大ジャンプだ、 135m 付近まで行きました。さあ 135m をあるいは超えたのか、ビデオ計測は 135m まで、これは135を超えましたね、はい、しばらくお待ちくださいと今場内アナウンス。 137m 日本トップ、日本トップに立った。これ1本目の差がなくなりましたね。はい、2回目1人目終わったところで日本トップ、岡部がやりました。そのジャンプ、この上半身の使い方、スキーの角度、非常に素晴らしいですよ、はい、これまでで最高の 137m、 最長の 137m、 岡部トップに立ちました。ここまでは日本を救った形になりました。岡部ポイント 540.7。 2回目1人目終わったところで日本トップ、ドイツとのポイント差が 6.7 ということは、距離にして八木さん 12m の差をつけたと、ね、はい、逆に差を開きました日本。そして
これから2人目のグループが飛ぶところでゲートが変わります。21番ゲート92メーター20というアプローチの距離。インタビューに答える岡部の姿も見えましたが、岡部2回目起死回生の大ジャンプを見せました。日本生き返った。